ボストン郵便道路とは、ニューヨーク市とマサチューセッツ州ボストン間の郵便配達経路で、後に米国で最初の主要な高速道路の一つに進化したシステムルートである。三つの主要路線として、南部のロアー郵便道路、北部のアッパー郵便道路、中央のミドル郵便道路があった。いくつかの町で、ボストン郵便道路付近の地域が、アメリカ合衆国国家歴史登録財となっているというのも、しばしば地域で最初の道路だったため、一部の歴史的に重要な建造物がそれに沿って建築されたからである。台にある道路の一部を含むボストン郵便道路の歴史地区は、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。この郵便道路は18世紀からのマイルストーンが有名で、その多くが、今日まで現存している。コネチカット州の一部では、ルート6号線としても知られている。アッパー郵便道路はもともとピクオート族の工事と呼ばれ、ヨーロッパ人が到着する、はるか以前からアメリカ先住民族によって使用されていた。多くの場所に先住民が踏み鳴らしてできたこれら重要な道がいくつかあり、道幅は2フィートほどだった。現在、コネチカット旧道や、湾岸道と呼ばれるものは、1645年11月に、ジョン・ウィンスロップがボストンからスプリングフィールドへ旅行するために使用されたもので、これらがアッパー郵便道路の基盤の多くを形成している。入植者たちはまず、この道を使って、騎馬郵便で手紙を送り届けた。1673年1月1日に、アッパー郵便道路で展開する最初の騎馬が始まった。その後、新たに開拓された道が広がって平らかになり、馬引きの荷馬車や駅馬車がこの道路を利用できるようになった。1783年10月、最初に成功したレビ・ピアースの長距離駅馬車サービスがアッパー郵便道路に沿って開始された。19世紀に有料道路会社がその道路区画を引き継いで改良した。様々な経路の大部分が未だにキングズハイウェイやボストンポストロードと呼ばれている。この郵便道路の多くは現在、US 国道1号線と US 国道5号線及び US 国道20号線である。マイルストーンはニューヨークのブロードウェイとウォール街の交差点、及び現在のマサチューセッツ有料道路付近にあるワシントンストリート上の旧ボストン市境線から測定された。ロックスベリーにあるワシントンストリート上の新店道路に路面電車を走らせるため、1853年にメトロポリタン鉄道会社が認可され、現在はアンタシルバーラインが運行されている。1925年にアッパー及びローアーのボストン郵便道路が US 国道1号線及び US 国道20号線に指定された。ニューヨークの郵便道路イースタン郵便道路として、知られていたマンハッタンの経路の多くは当初1811年委員会計画の一環として進められていた現在の方角設計が整備された時の1839から1844年の間に放棄された。以下の区画は今でも現存している。これらのマイルストーンはかつてマンハッタンに存在した。中枢寺丁目に関してはマンハッタンの通りの一覧を参照。キングズブリッジへの道。ニューヨークと周辺の都市計画地図ウエストチェスター郡の南西部、現在のブロンクス区では、ボストン郵便道路がキングズブリッジをそれてすぐに東に向かい、オールバニ郵便道路がオールバニに向けて北に続いている。それはウィリアムズブリッジでブロンクス川を通過し、バシングアベニューでブロンクス区を去ると、ウェストチェスター郡ではキングズブリッジロードになっていく。以下は近現代の道路での詳細。ボストン郵便道路はキングズブリッジロードでウェストチェスター郡に入り、サードアベニュー、マイナスコロンバスアベニューで北に曲がるとコロニアルプレイスで分岐。もはや道路ではないサンドフォード大通りの向こうへとそれは続き、ハッチンソン川パークウェイのインターチェンジでサンドフォード大通り、コロニアルアベニューとぶつかりつつ、その丘の周りを東と南東に曲がっていった。その後は、US 国道1号線と合流しながら、コロニアルアベニューマイナスキングスハイウェイを東へと続いた。そこからコネチカット州境まで郵便道路は US 国道1号を基本的に使用した。ただし一部地域では以下の道を使った。アッパー郵便道路は3つのルートの中で最も往来があり、海岸から最も遠いため、河川横断が最小かつ最短である。またその人気に貢献した最高の束案があるとみなされていた。アッパー郵便道路はニューヘイブンからハートフォードまでの US 国道5号線の経路におおむね対応している。その経路はコネチカット州道ルート159でハートフォードからスプリングフィールドまで US 国道20号線でスプリングフィールドからウォーレンまでマサチューセッツ州道ルート9でウォーレンからウースターへ、そして番号なしの道路でノースボロへ、そして US 国道20号線でノースボロからボストンに到着する。18世紀に建てられた一連の歴史的マイルストーンはスプリングフィールドからボストンにかけてこのルートに沿って現存している。ケンブリッジのハーバード広場にあるアッパー郵便道路の8マイルストーンローアー郵便道路はロードアイランド州までロングアイランド湾の海岸線に沿って進み、そこから北に曲がってプロビデンスを通ってボストンへ到着する。これが現在最も知られているルートである。ローアー郵便道路はコネチカット州東部、ロードアイランド州、マサチューセッツ州の US 国道1号線の最小の経路におおむね対応している。詳細は、ロードアイランド州のアメリカ国道1号線を参照。ロードアイランド州道ルート 1A も参照。マサチューセッツ州では、ノーフォークブリストル有料道路が、ポータケットとロックスベリー間の直線道路として1803年に設立された。それは通過する多くの街で、ワシントンストリートとして知られている。市街地を迂回するため、この道路の南半分はほとんど使用されなかった。さらに、この有料道路の西側を現在のマサチューセッツ州道ルート 1A に沿ってよく使用される別のルートが通った。この郵便道路はサウスアトルボロの集落を通ってアトルボロの町のニューポートアベニューでマサチューセッツ州に入った。それはニューポートアベニューで州道ルート123に沿って北東へと続き、ノースアトルボロに入るため北に分岐している。ノースアトルボロ中心部の南にある古い道路は、旧郵便道路として知られている。この古い道路は、州道ルート120との交差点のすぐ南にある、有料道路を通過し、交差点の北にある、有料道路と合流する前に、小さなカーブを作っていた。このカーブ経路は、現在なくなったため、交通には、US 国道1号線を使う必要がある。さらに、US 国道1号線は、州道ルート120の交差点で、有料道路を出て、イーストワシントンストリートで、ノースアトルボロ中心部を迂回する。ローアー郵便道路は、ワシントンストリートでノースアトルボロセンターを通り抜け、後に、有料道路の一部として使用された。もう一つの短い曲がった経路は、中心部北側のワシントンストリートの西にまだ存在しており、現在はパークストリートと呼ばれている。このすぐ北で、このルートは10マイル側を渡り、次に US 国道1号と州道ルート 1A との複雑な五差路に入る。まっすぐ続く US 国道1号は古い有料道路で、右へ行く US 国道1号は1930年代に建造された。郵便道路は右折して、エルムウッドストリートへと向かった。プレーンビルの中心を通って、州道ルート 1A に左に分岐するものは、ボストンへの代替ルートだった。エルムウッドストリートは、プレーンビルの町に入り、そこでメッセンジャーストリートになる。この道路は、州道ルート106と合流して、ウィルキンズ交差点で、州道ルート152を渡り、フォックスボロに入る。シャロンの町からイーストオルポールへと入る道は、旧郵便道路として知られており、それは、プレザントストリートとして、北にノーウッドまで続いている。ノーウッドでは、郵便道路の最も古い経路がプレザントストリートとの交差点までネポンセットストリートを南へと続いた。より新しいルートは、ワシントンストリートをたどって、ノーウッドの中心部を通り、ウォルポール方面に南へと向かった。郵便道路はイーストストリートからワシントンストリートに入り、ノーウッド方面に南へと向かった。デダムではこの道路は現代のローアーイーストストリートをたどってボストンへと北に向かった。ここで郵便道路は分かれて最古のルートはデダムの村中心部の南にあるワシントンストリートにぶつかるまで古い湿地帯の周りで弧を描くイーストストリートをたどっていく。新しい道路はハイストリートからコートストリートへまで進むとハイランドストリート及びエルムストリートに沿って南に続き州間高速道路95号線の南のイーストストリートに再合流する。ロクスベリーでその道路はロクスベリーストリートを下って現在のジャクソンスクエアアンタ駅の場所にあった橋でストーニーブルックを越えつつフォートヒルの橋を回る現在のセンターストリートをたどった。この道はセンターストリートを南下して現在のハイドスクエア及びジャマイカプレインを通りデダムまで南に続いた。この植民地都市では道路は18世紀の地方自治の中心地である九州会議児童から始まった。かつてはコーンヒル、オレンジ、ニューベリーストリートなどと呼ばれたが、現在はワシントンストリートとなり、ボストンネックからロクスベリーの村に向かって南へ走っている。ミドル郵便道路はルートの中で最短にして最速かつ歴史の最も浅いものである。ハートフォードから大規模な先住民インディアンが住む地域イースタン、アッパーハイランドの中を通った。1675年のフィリップ王戦争の間、これら地域への立ち入りは入植者にとってしばしば危険であった。戦争の終結及び植民地時代の郵便制度の確立までこの地域に居住が始まることはなく、それでミドル郵便道路が最速ルートとして確立された。コネチカット州の他地域とは対照的にこの地域は過疎のままであり、したがって当初の郵便道路の一部が様々な経緯から保存されている。それは、ハートフォードのアッパー郵便道路から分岐して、最初は現在の国道44号線におおむね沿って、ボルトンノッチを通り、マンスフィールドの交差点に向かっていく。マンスフィールドからアシュフォード、ポムフレットを通り抜けて、トンプソンロードに沿って、トンプソンの町を経由して、マサチューセッツに向かった。マサチューセッツ州で、ミドル郵便道路は、近代的な州道ルート16の区間に沿って、メンダンへ、それからベリンハムを通り、さらに州道ルート109を経由して、メドウェーからデダムへと行き、そこでボストンへ向かう、ローアー郵便道路に合流する。九州会議児童から始まるその道路は、コネチカット川を渡り、そこは現在ファウンダーズブリッジがあるだけだが、最初はフェリーで後に橋となった。1783年までハートフォードの東側境界には現在のイーストハートフォードとマンチェスターが含まれていたことは注目に値する。その道路はハートフォードからファウンダーズブリッジのルートを経由するが、この地域は後に巨大な高速道路のインターチェンジへと開発が進み、そのため歴史的道路の多くが破壊された。コネチカットの歴史初期、イーストハートフォードは個人所有されていた。ルートの残りは、マンチェスターのミドルターンパイクイーストに接続する、州間高速道路84号線や州道ルート6の道である。マンチェスターは1783年までハートフォードの一部だったため、この地域は、集落と現在の自治区で構成されていた。郵便道路は、マンチェスター中心部を通って、現在のミドルターンパイクイーストに沿ってたどることができる。後にマンチェスターグリーンを通過し、そこで郵便道路は州道ルート6と再接続され、そして初めて US 国道44号線とつながった。マンチェスターを出てボルトンに入る直前に郵便道路は US 国道44号からミドルターンパイクイーストへと分岐する。ボルトンは平坦でのどかなコネチカット川渓谷と丘陵で、不穏なイースタンアッパーハイランドの間の境界だったので、郵便道路において独特な役割を果たしている。ミドルターンパイクイーストでボルトンに入ると、旅行者は分岐点に遭遇して、ボルトンセンターストリートを南東に進んで、ボルトンの集落に行くか、または US 国道44号と再接続するため、ミドルターンパイクイーストに止まり、ボルトンノッチを通って、モヒガンインディアントレールを東に向かう、尾根の自然なくぼみは、劇的に通過を早め、二つの地質学的景観の間の境界として役に立った。ボルトン入植地の中には、アメリカ独立戦争の間に入植地で野営していた、ロシャンボー将軍部隊の職員を収容していたことで、注目に値するホワイト居酒屋があった。ボルトンを出るために、ボルトンノッチすぐ外側の US 国道44号に達するまで、ノッチロードを北に向かって進む。その後 US 国道44号がコベントリーにつながる。ボルトンとマンスフィールド間で、その道路は完全に現在の US 国道44号に沿って、ノースコベントリー自治区を通過し、それはボストン有料道路として地元で知られていた。ウィリマンティック川沿いにブリガム居酒屋があり、そこはアメリカ独立戦争の頃にジョージ・ワシントンを収容したという区別がある。この銘板はブリガム居酒屋の前で見ることが可能である。コベントリーと同様に郵便道路は現在の US 国道44号の経路をたどる。コベントリーからウィリマンティック川を渡った後、その道はマンスフィールド交差点を通ってアシフォードに向かう。その道はマンスフィールドから US 国道44号でつながり、アシュフォード自治区を通って直進する。しかし、それはフェニックスビルで止まり、そこから州道ルート198でイーストフォード目指して北に向かう。ただしイーストフォード到着前に、それは直接ポムフレットに向かう州道ルート244で右折する。ポムフレットの中心でルート244は東へ曲がって US 国道44号に入る。郵便道路は、州道ルート169がある交差点のすぐ後に、アレンロードへと左に曲がり、すぐにフリードリーロードと合流する。この道は、その後ウッドストックへと北東に向かう。郵便道路は、パットナムに入る前に、トリップロードにある、ハリスビルという町の区間を少し通過する。パットナムに入って、すぐ、道路は、州道ルート171を渡って、ウェストトンプソンロードに入り、トンプソンに向かう。ほどなく、郵便道路は、ウェストトンプソンダムを通過する。その道はかつてクワインバーグ川を制御するために故意に、冠水させたウェストトンプソン村を通っていた。ウェストトンプソン湖の水位が十分低くなった時は、元来の郵便道路がダムから見られる。ダムを過ぎると、道は、州道ルート193に変わり、トンプソンヒル歴史地区を通り抜ける。北東に続く道は分岐で右折して、イーストトンプソンロードに入り、マサチューセッツ州の終戦まで道が続く。マサチューセッツ終戦を渡ると、南西メインストリートとして、ダグラスの町に入る。この区間は、ダグラス州立森林公園を通過し、現在でも、公道として使用されているルートの中で、最も遠隔地となる一つである。ここの1マイル区間は2002年まで未舗装だった。ダグラスの中心部で郵便道路はマサチューセッツ州道ルート16をたどってイーストダグラスへと東に向かう。州道ルート16が南に曲がる地点で郵便道路は北東メインストリートとして東へ続き、それはアクスブリッジの町道につながる。フランスのラファイエット将軍はワシントンと共闘するためにこの道を往来し、アメリカ独立戦争中にダグラスに立ち寄った。アクスブリッジある石造りのアーチ橋アクスブリッジに入ると道路の名前がハートフォードアベニューに変わる。ハートフォードアベニューは街を横断する主要道路で、その全長が郵便道路の経路になっている。ダグラス町道からマサチューセッツ州道ルート122の交差点までは、ハートフォードアベニューウエストとして知られており、州道ルート122から面談町道までは、ハートフォードアベニューイーストとして知られている。ブラックストーン運河に架かるオリジナルの石造りのアーチ橋は、現在も使用されている。石造りアーチ橋の近くに南北戦争の野営地があり、その道はフレンチ・インディアン戦争中は軍隊に使用され、米英戦争中は補給路として使用された。ジョージ・ワシントンは1775年にボストンで大陸軍を指揮した時や、1789年にニューイングランドを就任後歴訪した時など、この道路を往来する際に何度もここで停車した。郵便道路はハートフォードアベニューウエストとしてアクスブリッジからこの町に入る。それは州道ルート16をたどり、それは郵便道路のルートに従ってメイプルストリートへ東に約 1.5 マイル向かい、それは面談の町の中心部への経路をたどる。そこからは、この郵便道路は村の外側南のプロビデンススターの郵便道路をたどった。この区画はプロビデンスストリートの一部である。町の中心の南約1マイルで、同は分岐。郵便道路は東に進み、現在はハートフォードアベニューイーストとして知られている。この道路はベリンハムの町道まで元来の郵便道路のルートをたどる。歴史的な37マイルストーンは今でもこのルートに沿って置かれている。郵便道路は面談からハートフォードアベニューとして入る。マサチューセッツ州道ルート126は州間高速道路495号線を渡る少し手前でこの道路に合流する。州道ルート126は郵便道路のルートをたどってメドウェイの町道への道の余りまで続く。面談からの当初の郵便道路はビレッジストリートをたどってメドウェイを通り抜け、チャールズ川付近のメドウェイ村の居酒屋及び宿屋へと進む。郵便道路はミリスを通って現在のビレッジストリートをたどった。19世紀初頭、ハートフォード&デダム有料道路が建設され、グレートブラックスワンプを通って建設された直線ルートで町中心部の大きな丘を登った。ミリスにおける当初の郵便道路はメッドウェイからビレッジストリートに続いて現在の州道ルート109を横断し、現在のドーバーロードに従ってチャールズ川に架かる一連の橋がメドフィールドへにつながる場所へと向かった。1806年から1810年にかけてハートフォードデダム有料道路が建設され、メドフィールドの町境でチャールズ川を越え、グレートブラックスワンプを通る土手道を建設しようとする計画はほとんど潰れた。アッパー郵便道路もウェストンを通り、ギフォードスクールに直接つながる。ありがとうございます。